皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トサン TV トサンでございます。さあ本日も始まりましたトサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はロシア当局が国内で女性狩りをしております。そして絶対に動員してはいけない、そういう人を動員したというお話でございます。では参ります。まず本題に行く前に戦況をですね、最近お伝えできていなかったので、ちょっと気になるリマンだけ少しお伝えしようと思いますね。リマンですが、いろんなまあ状況というのがここ数日出ておりまして、全部違うんですよね、ちょっとずつ。で、おおむねどういう状況が出ていたかというと、ISW 含めて出ていた大筋の情報としては、9月の23日までだとこういう戦略マップ出てました。ISW 見にくいので、ほぼ一緒でちょっと見やすいものに変えてますけれども、こちらですね。うん。リマンのすぐ隣の町ですね。をぐるっと取り囲むような形になっていた。で、ここが落ちると、リマンの3分の2ぐらいは取り囲めるような状況になるというところで期待して見ていたんですが、これ以外の情報もあって、確定的ではなかったんですけれども、1日過ぎまして、この状況が ISW のマップからはなくなって、さらに1日過ぎて、撮影日今日9月の25日なんですけれども、こんな状況に変わりました。ちょっと ISW が見にくいので、神パパさんの図で説明したいと思います。よろしくお願いします。はい、こんな感じですね。イジュームの東側の方ですね。リマンから少し離れたところをぐーっと今突き進んでいるような状況ですね。で、この状況で大体一本化されてきました。なので、リマンを直接行く、リマンの多分守備隊が優秀で硬いんだと思いますね。なので、もう少しリマンを取り囲むために、一番突破しやすいところっていうのを探っていたんじゃないかと思いますけれども、リマンから少し離れたところですね、ところから今ずーっと入り込んでいって、リマンの西側を削り取るという形、今大体情報としてはこの情報で一本化されてきたかなと思います。この作戦がうまくいくと、結局のところリマンはまた3分の2ぐらい包囲されるっていう形になるので、おそらくそう遠くない日にリマン奪還の法というのはですね、皆様と共有できるんじゃないかなというふうに思います。焦らずに、ここは焦らずに、リマン奪還の法というのをですね、心待ちにしていきたいというふうに思います。はい。ではですね、ちょっと本編の方に行きたいと思いますけれども、ロシア国内で不穏な動きがございますね。うん。まあ、部分動員という嘘つき動員が、発令されまして、ほぼ総動員状態になってます。で、まあ、反動員運動ですね。これがまあ巻き起こったということで大手メディアが報じてますけれども、むちゃくちゃ大きい反動員運動というのは起こってないですね。数千人規模がせいぜいです。数百人とか数千人とかっていう規模のものがせいぜいで、そのほとんどが身柄を拘束されるというような状況。その中で男性はその場で動員されてしまうということですね。捕まってそのまま動員で、はい、訓練センターね、みたいな。そういう流れになってしまっているっていうことでございますけれども、実は、この拘束された人たち、すでにまあ何千人っていると思うんですけれども、拘束された人の実は半数が女性なんですよ。男性は拘束されるとそのまま、戦場送りになってしまうので、女性が頑張って声を上げているような状況があります。例えばですね、こちらなんですけれども、はい。これ、拘束されて、護送車みたいなところに入れられている女性の方ですね。笑顔の方もいらっしゃいますけど、まあ、肝が座ってる感じがいたします。さらに地方の方ですと、サハ共和国というところがあります。ロシアの構成主体なんですけれども、こういう感じで、サハ共和国の女性たちがですね、こぞって反動員デモをしたと。一応、サハ共和国からはですね、戦地に行った男たちが無事で帰ってくるようにっていう、祈祷をするための集会だったっていう言い訳をしてますけれども、まあ、反動員デモがされましたというところでございます。そして、また別のニュース行きましょう。ちょっといくつか紹介します。こちらはですね、車椅子に乗ったピンクの髪の女性の方が、当局者がいる中に短期で突っ込んでいくんですよ。短期でくるくるってゆっくり、車椅子で進んでいきます。で、カバンの中からゴソゴソゴソって紙を出してバサッと開けるんですけれども、この方片足がありません。義足になっていて片足がないんですけれども、私のようになりたいかっていう紙をバサッと広げてその場で拘束されるっていうですね、非常に勇気のある抗議を行いました。はい、そしてさらにこちらなんですけれども、これ何が起こったのかっていうところなんですが、一人の女性の人が当局者に連行されて車の中に連れ込まれます。
で、その車の中から叫び声が聞こえるっていう、キャーっていう叫び声が聞こえるっていう動画になりますね。うん、何が起こったのか。当局者で外にいる人たちもちょっとびっくりして、はってなってるんですけれども、その後ちょっとカメラ止めろとかってやってるわけですよ。何かひどいことをされたのか、それとも恐ろしい何かを見せられたのか、うん、ただ単に抗議の意味でガーッと叫んだのか。中で何が起こったかはわかりませんけれども、こういうことも起きている。ということですね。さらに、私個人として許しがたいなと思うのがこちらなんですけども、これサマラっていうロシアの地方の都市になりますね。サマラっていうところなんですけども、夜に、散歩か移動かわかりませんが、お母さんがベビーカーをして子供を連れて歩いていたんですよ。うん。そこに当局者がバーッと群がってきまして、ベビーカー連れてるんで子供、ちっちゃい子がいるんですよ。そのお母さんを拘束しました。っていうようなこともやってるんですね。で、女性は概ね、全くではないと思いますけれども、概ね、動員されませんので、その女性たちが声を上げてくるということになると、社会的なムーブとしても大きくなる。それを懸念して、あらかじめ、もう女性とっつかまえて自分たちからですね、もうとっつかまえに行って女性たちを脅しているっていうことですね。結局こういう脅ししか使えないような、ならず者国家だというところだと思うんですけれども、こういうことを今一生懸命、ロシアの国内でやってますね。うん。これがまた後々大きな禍根になっていくんじゃないかなという気がいたします。こういう形で、今、反動員に対してですね、ロシア当局がいろいろ手を打って、あの手この手ということで抑え込みを図っているわけですが、片や男性の方はですね、動員されてしまうというところで少しビビって声を上げる様子が女性よりは少ないかなという気がします。その上で動員が進んでいってるわけなんですけれども、こういう人たちだけは絶対動員しちゃダメっていう人が動員されました。それはどういう人かというと、こちらでございますね。農家さんでございます。で、この記事の中に書いてあるのは、まあ、玉ねぎと人参を収穫している収穫中に、当局者がやってきて、そのまま拘束されて、動員されていったっていう、そういう話ですね。うん。で、ただでさえですね、この戦争が始まってから、まあ、IT の技術者なんかも含めて、ロシア国外に脱出して逃げていったロシア人がたくさんいます。さらに戦地でもかなりの方がお亡くなりになったり、負傷したりしているような状況。その上で、自称30万人の部分動員をかけました。もう100万とか120万動員かけているんじゃないかということが言われてますけれども、まあ、内容を見てみると、もう30万の部分動員ではないですね。ほぼ総動員をかけている。はずです。うん。動員できる人はとにかく動員しようということですね。ただし、経済に影響のある人は、なるべく選別しながら動員するっていうことをやってる模様ですけれども、それよりもさらに気を使って動員しちゃいけない人っていうのが農家さんなはずなんですよ。ただでさえ、働き盛りの男性が国からいなくなるわけです。今、国境を通過して、フィンランドからもう6400人かな。逃げてったと言われてます。で、逃げ切れてない人がまだ何十キロって渋滞で、車列を作ってるわけですよね。ジョージアにも逃げていってる、カザフスタンにも逃げていってる、モンゴルにも逃げていってるっていうような状況の中で、働き手がどんどん薄くなっている。そこで一番、守らなきゃいけないというか、生産を止めてはいけない、活動を止めてはいけないっていうのは食べ物なんですよね。なので、農家さんだけは絶対動員してはいけないんですけれども、動員していたっていう話です。しかも収穫中にっていうことですね。うん。で、農家さん動員されますと、この収穫の分も、かなりの部分がパーになってしまうのもあるんですけれども、土地が荒れてしまいますよね。うん。なので、土地が荒れてしまった、その土地が戻るのにまた何年かかかるみたいな状況になってくると思います。例えば、ジャガイモとか人参とか、素人が家庭菜園でできるようなものもありますけれども、何ですかね、大量に、広大な土地で大量に作る、それなりの品質のものを大量に作るっていうことになると、やはりそのプロのノウハウとか腕がいるわけですけれども、そういう人たちを戦地に連れてってしまって、その人たちが怪我をする、お亡くなりになるってなった時は、もう取り返しがつかないっていう状況になります。ロシアは間違いなく弱体化していきますね。そんな中、先ほどお届けしたようなサハ共和国というのは、構成主体でも抗議活動が起こっているっていうことになると、本当に、ロシアは分裂していくんじゃないかなというふうに思いますね。うん。今、ロシアを壊してるのはプーチンさんですね。間違いなく。NATO でもないし、アメリカでもないし、ましてやその DS とか、国際金融資本とか、
そんな話でもないし、ウクライナが壊してるわけでもなくて、今ロシアを壊してるのは間違いなくプーチンさん一人でぶっ壊してるように私には見えてしまうということでございます。そしてこういう動員をかけられた人というのは一回なんか説明会場に連れてかれて訓練センターに行ってで配備されるっていう話なんですけれども、その説明会場の動画というのも出てきましたね。こちらでございますけれども、もうお通夜です。お通夜状態になってますね。お通夜状態で、ザーザーザーってなんか質問しようとして、ザーザーザーってするんですけども、それに対してですね、この前にいるような軍人の人たちがですね、当局の人たちが、女みたいにザーザーしてんじゃねえっつって、カツを入れているっていうですね、いつの時代なんだろうと思うような映像になってますね。で、現在ですね、まあ、ロシアのプロパガンダ、アカウントみたいなのがツイッターでいっぱいあるんですけども、そういうところが、入隊の事務所ですね、登録事務所に、まあ、招集がかかって、ゾロゾロみんな諦めた男たちが行くわけですよ。招集会場に行くわけですけども、その映像に、コメントをつけてですね、自分たちから、こう、兵士に志願していってるロシア人、かっこいいみたいな感じで、ツイッターで今情報をプロパガンダ撒いてますけれども、招集がかかったから行っとるんじゃっていう話ですね。自分たちから行くのはとっくの昔に行っとるだろうっていう。まあそういう話なんですけども、まあ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 、そういうプロパガンダを流してますということです。で、プロパガンダといえば、まあついでに言っておきますと、住民投票が27日まで行われる予定です。もしかしたら少し延期されるかもしれませんけどね、投票を拒んでいるウクライナの方々がいらっしゃいます。で、そういうところには、兵士2人連れてですね、当局の人たちがゴンゴンゴンって玄関まで行って、その場でかけって言って、やってますね。ちなみに、ですね、ロシアへの編入を、あからさまに私は編入を拒みます、拒否しますって言った女性は拘束されましたね。カメラの前で私は拒否したんだ、拒否されたら捕まってるって言って連行されていく途中の女性の動画なんかも上がっておりますけれども、今ですね、何ですかね、この住民投票でこんなに賛成している人がいるんだみたいな、またプロパガンダを、ロシアプロパガンダアカウントが流してますけれども、関係ないですからね。この間も言いましたけれども、ウクライナの国内法で、憲法でもそんなものは認められていないので、この投票が行われていることもそうだし、投票結果がどうなるかもそうなんですけれども、すべて関係なくウクライナの領土です。そこが一番根幹になりますね。うん。それを無視した上で、投票結果がこう、ああだった、こうだったとかっていう議論っていうのは、そもそも成立をしていないと。いうところだけは少し覚えておいていただきたいなという気がいたします。はい、というところでございますね。そしてまずちょっと動員の話に戻りたいんですけども、先ほどもお通夜のような説明会場あったじゃないですか。で、その後ですね、訓練センターに送られるんですけれども、訓練センターでですね、まあ戦車乗りの人にですね、配られた銃がこちらなんですけれども、これ AK だそうですね。ちょっと信じられないぐらい錆びているっていうですね。絶対使えないって、こういう武器に詳しい方々は、これも絶対使えないって言ってますね。うん。で、この、配ってる上官の人が言ってるのは、お前戦車乗りだからこれでいいだろうって言って、それを配ってるっていうことですね。あと、ボコボコのヘルメットとか、100年ぐらいまでに設計された銃であったりとか、まあ、いろんなものが今、配られてるわけなんですけれども、そのうちですね、もう鍋かぶって戦場行けとかって、そういう指令も飛んでくるんじゃないかなというふうに思います。物がないということになりますね。うん。そもそも人口動態的にロシアはですね、少子高齢化が日本よりも激しく進んでます。なので、今働き盛りの人をこれだけ動員するっていうことはもう国を滅ぼすっていうことなんですよ。その上で経済制裁がかかっていて物もないというような状況も、もうすでに動員して数日でこんな明るみに出てるような状況なんですね。こうなってくると何が起こるのかっていうことなんですけれども、戦地ではおそらく脱走したりとか、ウクライナの捕虜に自分からなっていくような兵が続出してくるんじゃないかなというふうに思いますね。なぜかというと、今、ロシアの構成主体最低でも16の州もしくは共和国といった構成主体で、もうその共和国とか州の外に出てはダメっていう、そういう、法令が発令されてるみたいですね。最低でも16。で、撮影日が25で、これ放映日26の月曜日なんですけども、今日、もしかしたらロシアがもう国外に出ちゃダメよと、ロシア人は国外に出ちゃダメよっていう、そういうお触れを出すんじゃないかっていうことも噂されておりますね。ということになると、ロシア人が、この、まあ、自分の命を守るために、ロシアの外に出る手段っていうのはもう一つなんですよね。一回戦場に行ってそこで降伏して投降して捕虜になって晴れてロシアの外に逃げていくっていうこのルートしかなくなるっていうことになります。
で、これ分かってるので、プーチンさんは早々に法律を変えました。投降ロシア兵は最長で10年の懲役刑になる。投降するなってことですね。降伏するなっていうことを言ってるわけですけれども、うん。これ、ウクライナがこれやった時にものすごいですね、まあ、総動員もそうですけれども、国外に出るなっていう出国禁止したりとかもしましたけどもね、ウクライナは自分たちの国を守る自衛権に基づいて、憲法をですね、憲法に基づいて、自衛権と憲法に基づいて、それをしたわけですよ。しかも、それをする権利というのをちゃんと、選挙でですね、ちゃんと公正な選挙で選ばれた人、その権利をあなたに貸しますって言って、貸された側の人が発令をしてるんですよね。自国の領土を守るために。他国を侵略を、した上でですね、投降したら許さんぞみたいな人命軽視をロシアはやってるんですけれども、そっちの方には今のところあんまり声は上がってないという不思議な状況がありますね。本当にロシアのエージェントみたいなのが日本にはたくさんいるんでしょうかね。ちょっと私そこの部分、あんまり詳しくないんで、心配になってしまうなと思うところでございます。で、ゼレンスキーさんもそれ分かってますので、ゼレンスキーさん側からはですね、動員されたロシア国民に対して、ひどい扱いしないから、ぜひ投降しておいでっていう、そういう声明が出されました。で、ウクライナ語が分かる人がこの声明を聞いたっていうのが、ツイッター上で解説があったんですけれども、どうやらですね、かなり情に訴えると言いますか、慈悲深いって書いてありましたけどね、それには慈悲深い形で、ウクライナはちゃんと国際法を守って捕虜の扱いをするから安心して、自分の命を粗末にするもんじゃないと、安心して投降しておいでというような形でメッセージを流していたということでございます。はい、これがですね、また、数ヶ月後ぐらいですね、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後というのは、情報として戦地から上がってくるんじゃないかなと思います。はい。そして最後に繰り返し申しますけれども、ロシアはですね、もう崩壊待ったなしの道を進んでいるというように私には見えます。そしてロシアを今壊しているのはたった一人の男ですね。うん。プーチンさんがロシアを壊します。アメリカじゃない、NATO じゃない、ウクライナじゃない、ましてや DS とか国際金融資本でも何でもないですね。プーチンさんが今ロシアぶっ壊してますので、もしロシアが好きな方がいるんであれば、プーチン政権の批判、は待ったなしなんじゃないかなという気が個人的にはしてしまいます。はい、というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。